うだるような暑さが続く中、局地的な豪雨や落雷も観測されました。うわあ、電車に落ちた。これはおととい午後7時前、神奈川県川崎市を走行中の小田急線の電車に雷が落ちた瞬間の映像です。電車が上戸駅手前の鉄橋を通過しようとしたその時、稲妻が走り電車を直撃。直後に車内の電気が消え、その場に20分以上立ち往生しました。まあ、ガラスがなんか揺れるみたいな、今までにないぐらいの音だったの。すごい稲光で、もう地しびきじゃないですけど、もう下からもうガーンって感じの、なんか落雷の直後に発生した眩しい光。その時何が起きていたのでしょうか。あの光ってるのはですね、その底側の柵じゃないかと思うんですね。架線そのものがもうバッとなんかすごい高温になりますので溶けてしまうというような感じで、バッとああいうなんか火花のような感じになったんじゃないのかなという。これは落雷を受けた車両の下に取り付けてあった発電機、茶色く焦げています。当時この電車に乗っていた乗客およそ1500人に怪我はなかったのでしょうか。電流というのは金属の表面を流れて、でレールを通って、まあ、地面に入ってしまうということで、中にいる、まあ、人間、乗員、それから、乗客ですよね、そういう人たちには直接的な害はないです。電車には全ての車両にアレスターと呼ばれる飛来機が備え付けられていて、これが落雷の電流を抑え、電流を車両の壁の金属部分から地面に逃がす構造になっています。このため乗客にけが人はいませんでした。道元氏は雷が鳴っているときは室内にいることが望ましいと指摘します。外にはいない方がいいですね。車の中もしくはその建物の中に入るというのが鉄則です。あ、電車に落ちた。うだるような暑さが続く中、局地的な豪雨や落雷も観測されました。うわあ、電車に落ちた。これはおととい午後7時前、神奈川県川崎市を走行中の小田急線の電車に雷が落ちた瞬間の映像です。電車が上戸駅手前の鉄橋を通過しようとしたその時、稲妻が走り電車を直撃。直後に車内の電気が消え、その場に20分以上立ち往生しました。まあ、ガラスがなんか揺れるみたいな、今までにないぐらいの音だったの。すごい稲光で、もう地しびきじゃないですけど、もう下からこうガーンって感じの、なんかもう落雷の直後に発生した眩しい光。その時何が起きていたのでしょうか。あの光ってるのはですね、その外側の柵じゃないかと思うんですね。架線そのものがもうバッとなんかすごい高温になりますので溶けてしまうというような感じで、バッとああいうなんか火花のような感じになったんじゃないのかなという。こちらには落雷にあった車両の部品が並んでいるんですけども、黒く変色したり、そしてあちらをご覧ください。こちらには茶色く焼け焦げた跡がくっきりと残っています。これは落雷を受けた車両の下に取り付けてあった発電機、茶色く焦げています。当時この電車に乗っていた乗客およそ1500人に怪我はなかったのでしょうか。電流というのは金属の表面を流れて、でレールを通って、まあ、地面に入ってしまうということで、中にいる、まあ、人間、
乗員それから、乗客ですよね、そういう人たちには直接的な害はないです。電車には全ての車両にアレスターと呼ばれる飛来機が備え付けられていて、これが落雷の電流を抑え、電流を車両の壁の金属部分から地面に逃がす構造になっています。このため乗客にけが人はいませんでした。道元氏は雷が鳴っているときは室内にいることが望ましいと指摘します。外にはいない方がいいですね。車の中もしくはその建物の中に入るっていうのが鉄則です。うわあ、電車が落ちた。